変なことしてんの私。ちょっと何この可愛い自撮り。じゃあしんちゃんドロップキックですな。あって俺昨日までの記憶がない。鉄の。あれ私も昨日までの記憶がない。ちょっとあんたが前見てないからわけわかんないことになっちゃったじゃない。はあ、そういうユリネこそ見てなかったですの前。それよりも私たちの記憶を取り戻さないと。あれ、なんか書いてあるわ。なんだこれ。二人は記憶をなくしたようですね。って、すごい冷静ね。冷静だな。本当に。いや、記憶をなくしたよ。記憶を取り戻すために、これから二人にはこんなことをやってもらいます。何をやるってんだい？題して、ん？タイムバックツイートクイズ。なんだそれ。なんだそれ。なんだって。なんだそれ。またカンペが来たわ。で、二人がそれぞれ過去にツイッターで投稿した内容を元にしたクイズが出題されます。はいはいはい。書いた本人ならば本能的に思い出し、記憶が戻るはず。いや。ぜひ二人とも自分の記憶を取り戻してください。だって。あれ？私たちの話。これすげえ中の人の話ね、これ。これ中の人の記憶だな。そうね、私たちはすげえ無茶ぶりが来たぞ。いやいや、どんな問題が出題されるのかしらね。まあとにかくやってみるしかねえな。じゃあ早速やってみるですの。じゃあしんちゃんドロップキックですの。じゃあ早速いくわよ、うん、じゃあしんちゃんに第1問。でれん。2016年10月11日、うん、お仕事の合間にあるものを飲んでます。何を飲んだ。いや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 、2016年って、今からもう2年も前ってことだよ。2年も前のことだよ。思わずなまっちゃうぐらいにはびっくりしちゃったよ、私。びっくりしちゃったよ。いや、でも大体好きなものなんじゃない？なんか適当なものを飲んでる。でも、お仕事の合間ってことは、うん、ちょっとカフェとか行ってたりとかするのかななんてちょっと思いながら、私が飲みそうなのは、本当に覚えてないの？覚えてない。これ記憶呼び起こすためにやってるからね。呼び起こすためにやってるんだけどな。本当なんかおかしいなと思いながらな。頑張って、まあ、頑張って、うん、コーヒーにするわ。お、コーヒーでいいかな。どうですか？なるほどね。じゃあ正解はこちら、うん、はい、だる。おしゃれなことしてんの私。ちょっと何この可愛い自撮り。え、しかもさ、何おしゃれ。いや、タピオカジュースか。何おしゃれなことしてんの私。しかもさ、このモリモリの自撮りをやめろよ。恥ずかしいだろお前。あ、ウケる。おい、私2年前の私。いや、若いね、若いね。若いわ、若さだわ、これが若さか。つらいな、じゃあ次。次、ユリネだ。いいわよ。じゃあ次、第2問。はい、2018年9月17日のツイートから、声優大谷美智子さんはコロッケに加えてあるものをトッピングしました。さてそれは何？あーすごい質問だねこれ。でも2018年だし、最近ね、最近だな。これはな。そうね、コロッケに加えてコロッケをまず私は何で食べ、多分一緒に、あ、記憶が今蘇ったわ。え、嘘、マジで？マジで？マジで？はい、とか。マジで？本当に？本当に？はい。マジか。え、じゃあ、あのね、早速、え、答えを。あのね、キッチン二郎で食べたんだよ。あ、メンチカツ。は、じゃあ、正解はこちら。やったー！マジで？見てこの写真、すごくない？いや、すごいメッシュロだな。トッピングとは思えないね、大きさだったんだよ、メンチカツが。本当に美味しかったから。私もジローさん行きたい。そうだよね、そうだよね。超でかくて美味しかった。ホタテミルクコロッケ。そう。いやいや。トッピングのメンチカツおすすめよ。いや、私、みんな食べてね、キッチンジロー。いや、何この急な飯テロに私お腹空いてきちゃったじゃないの。本当に。何してくれんの本当に。すごい記憶が戻ってきて嬉しい。ビークリンコちゃんですよ、本当に。じゃあ、次もあるみたいです。じゃあ次、第3問。はい、じゃあ2017年3月6日。なんで僕なんだろう。鈴木さんがとある子に食べ物を勧めています。は？誰に何を勧めてる？いや、これこそもうわかんねえよ。
これこそもうわかんねえよ。何してんだよ私、とある子に何進めてんだよ。誰だよ、何進めてんだよ。確かに超気になる、これだけ聞くと。え、しかも食べ物でしょ、食べ物進めてんでしょ。いやでもなんか私、珍しいね、どっちかっていうとね、やっぱり寂しい子ではあるから。もしかしたらね、ぬいぐるみ子って言いながら、とある子って言いながらぬいぐるみかもしれない。ぬいぐるみ。そんな、待って、そんな痛いキャラだったっけ。そんなことはない。そんなことはない。待って待って、そんなことはないんだが、もしかしたらそういう過去のね、そういう日もあったかもしれない。そうそう、さっきだってちょっとタピオカチューチューしてたしね。そうそう、タピオカチューチューしてめっちゃ漏れる角度をこうやって探してこう撮ってたわけでしょ。そうね、ちょっとありえるかもっていうことがね、早く覚えてるの、あるから。ちょっとじゃあね、自分の持ってるぬいぐるみに、もしかしたらプリンを、あーって、嘘だ、そんなツイートしたの。え、知らない。じゃあ正解は全然違うじゃん。全然違うじゃん。花森ゆみりちゃん、ゆみりちゃんか。え、待って、何これ、何進めてんの。花森ゆみりちゃんが、あの人参がね、ちょっとね、あの嫌いじゃない、苦手、ちょっと苦手っていう感じだったんだけど。私と一緒だ。あ、ほんと、そうか、人参、人参なんて嫌いだ。なんかそう、甘いのがやっぱりね、野菜のくせに甘いのがっていうのがね、やっぱりちょっとね、ギャップがね、やっぱり苦手かなっていう感じだったんだけど、そう、この時にね、はい、なんかスティックを買って、野菜スティックを。本当だ。で、ゆみみに、じゃあはい、あーんっていうね、ツイートをしたら、ゆみみがね、それについて、いやもうあれいらないよって拒否られた。で、で、そう、拒否でブッブーってされちゃって、こんな、可愛く、あーんしてあげてるのに、もういらないよみたいな感じでね、言われてね、そうそうそう、反応してくれてたんだよね。おい、恥ずかしいな。でもこれもまたさ、どうせさ、スノーとかでさ、やってさ、めちゃめちゃ持ってんだろ。スノーの部分だけさ、右下の部分にスノーって出るけど、それを消してさ、隠してんだな、それを消して編集で持ってんだろ。お前、若さゆえだな、若いな、若いな、おいおいおい、何してくれてんだよ。本当に漏れるアプリ使いになってよ。はいはいはい、じゃあ続いて、じゃあ最後だって。お、なんだい。はい、最後第4問、ええ、2018年6月23日のツイートから。おー、割とまあ今年ね、大森ゆみかさんはあるものを見てつぼりました。さてそれは何、最近だね、わりかし。これはなんだろ、え、つぼった、なんだらってなんだらね、あのどっかの方言にありそうな感じの。待って、なんだら、え、でも私割とね、まともなツイート多いから、たまに変なこと言うんだよな。まともなツイート、なんだろう、ツイート、ね、変なツイートたまにするの。つぼってる、つぼったんだって。へぇ、中の人はつぼったんだって。だ、中の人的につぼったんだって。何につぼった。でもニッチたちのつぼって結構いろんなとこにあるよ。あ、わかった。何、思い出した。え、そう、本当に、うん、え、なんでそんな思い出せるの。思い出した。はい、どうぞ。あれだ、毛玉。え、毛玉、毛玉、それが答え、うん、でいい、毛玉。え、正解ドン。やった、合ってる。はぁ、あ、何、自分の髪の毛玉。髪の毛の毛玉。え、見てほら、見て、どういうこと、どういうこと、どういうこと。え、あれ、なにこれ、毛玉。え、これにちかちの、これ私の毛玉。めっちゃあるやん。めっちゃ量あるやん。あ、でもついたのね。そう、ついて切った。すごいでしょ。めっちゃ、え、だってお団子一つ分ぐらいだって作れるぐらい。そう、ポコって取れた感じ。ここにポコってさ、つける、つけれるぐらいには相当な毛量だったけど。いやいやいや、にちかちはさ、なんか両方できたけど、私なんて一個も記憶は余裕を得られてないけど。記憶力なさすぎない。いやいやいや、お二人とも記憶を取り戻していただけましたかっていうさ、カンペが出てる。そういうのもちげえし、スタッフは二人の黒、いや二人の黒歴史、主に鈴木愛菜の黒歴史だったけどね。本当だよ、黒歴史を知ることができて大満足です。ありがとうございましたって、なんだよお前、おい、じゃあこれは何だろう、スタッフのためにやったってこと。おい、スタッフ、おい、おい、人の黒歴史知って怒ってるよ、おこだよ、おい、我々おこだよ、見てこれ。じゃあ、写真ちゃんドロップキックですな。何これ、怖い。ですね、スタッフは今回のいたずらの罰として私たちに美味しいものをおごることに決定しました。
最高級黒毛和牛の特上握りだからな。この設定用意するのさ。はい、スタッフ。よろしくということで、今回の配信も皆さん楽しんでいただけたかしら。楽しんでくれたかな。この番組ではね、皆さんからのお便りお待ちしております、うん、やってほしいことを、こんなお仕置きしてほしい、原作漫画の感想をですね、チャンネルコメント欄に書いたり、公式ツイッターにリプライ、もしくはハッシュタグじゃしんチャンネル V でツイートしてくださいね。イエーイ、ツイートしてね。番組のチャンネル登録も絶対してくださいね。してねしてね。いや本当にね、ええ、あの自分でね、楽しかったですかとかって言ったけど、いや本当にね、今回はね、罰ゲームよりも恥ずかしいところをね本当ね、あの皆さんにね、お見せしてしまったからね。そうね、そうと、ちょっと恥ずかしいね、今ね。黒、うん、黒歴史、うん、主にね、じゃしんちゃん恥ずかしかったね。ちょっと私恥ずかしかったよね。私たちだって両方さ、うん、答えられてさ、しかも記憶も取り戻ってるけどさ、うん、取り戻った。私まだ取り戻ってないからね。自分でぬいぐるみにとか恥ずかしいこと言ってたよね。恥ずかしいこと言ってさ、プリンをあーしてるとかって、何言うてるかいって感じだよ、本当にやった。あらあら、まあそんな恥ずかしめられたからね。いや本当に恥ずかしいよね。今度はスタッフに私たち何かしらの罰を与えようかしら。お、それいいじゃん。ゆりね、いいこと言うじゃん。はい、ということで今回はここら辺でお別れです。はい、せーの、はい、せーの、合わないな。いくよ。はいよ。はい、せーの、邪神チャンネル VEE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 E